皆さんこんにちは。あなたのくるくるクール頑張りをメーカー、今日もやっていきたいと思います。今回はいいねランキング世界の難しいのナンバーワン、コーラでダッシュシェルラン20秒ハードということで、こちらのコース遊んでみたいと思います。クリア率 3.35% の19秒、タイムかなりギリギリでしたね。今カーヤさんでしたよね、確か。あの方がギリギリっていうことは本当にギリギリなんだと思うんだけど、これはどうする感じだろう。コーラは上に投げ入れてパックのところを倒していく感じかな。こうですね。どことなくアンナさんのコースを思い出させるような仕掛けにも見える。これはメットは先に投げちゃうのか。了解了解。こうやって間違えた、難しいわ。メットを離すタイミングというか反射神経が問われる。あと覚えないと、無理、覚えないと。ほい、ここに当てて、ここは投げる、パイを投げる、踏んでいけば OK かな。ギリギリでジャンプできないスタイル。投げる、弾く、今度はうまくいった。ジャンプいって、メット2つ、もう一回メット、これは投げる、ジャンプ、またメット、投げられないスタイル。このままタイムアップ。今これでも結構ギリギリのタイムだったと思うんだけど、そんなに遅いところあったかな。あれ、今なんでなんでなんで、メットが上に入ってなかったか。ほい、投げて踏んで投げて、ここが第一の難関、ここが第二の難関。メットを連続で踏んで上に行ってジャンプ、はい、メット今度は入れられた。あー、あれ、ここは上にメット投げるんじゃないのかな。どうすればいいんだろう。ほい、それでもちょっとずつは進めてる、進めてる、うん、と思うんだけど、どうでしょうか皆さん。こうでしょ、こうでしょ、ほい、なんとかここは反応していけるようになってきたけど、メット連続で踏んで、問題はここからなんだよね最近。あー、情けない。こうか、こうか、こうだ、そしてこうだ、よし、くるくるしていくぞ。その先はメットを投げるところも落ち着いて、コーラ踏んで2、1、あ、入れた入れた入れた、オッケー。なんかもしかしたらね、正規な方法じゃないのかもしれないですけど、クリアできれば全てはオッケーなんですよ、マリオメーカーっていうのはね、ゆいちゃん。というわけで無事にクリアすることができました。コーラでダッシュシェルラン20秒ハード、本当に難しかった、ありがとうございます。それでは次のコースを遊んでいくで、はい、お待たせいたしました。お次はこちら、注目の難しいから、テレサの怨念の壁テンさん、死なないで。ベストクリアタイム20秒ですね。クリア率ちょっと見逃しちゃいました。テレサ怨念の壁、はい、なんだ、どうすればいい、どっか壊られんのこれ。待って待って、なんか隠してあるでしょ。あ、あったよかった。次のブロックはあった。そうだよね、コウメヤさんなきゃ壊られないですよね。おっと、おっと、怨念の亀にやられていくスタイル。テレサの怨念の壁、あのボム兵は何の意味があるんだろう一体。ただの賑やかし要因かな。降りてきたら、はい、蹴る前にここで一発でこいつっちゃった方が楽かな。怨念の壁無事にクリアすることができました。そしてあのボム兵は一体何だったんだろう。まあいいや、よーし、次のコース行こう。はい、お待たせいたしました。今日のラストはこちらのコースにしましょう。 Keep your Yoshi、 私の Yoshi を守りますよ。 Yoshi とはずっともっていう約束をしたからね、最後まで一緒にゴールするんだ。
ごめんね、やっぱり置いていこうとしたら無理だったわ。よし、次は一緒に行こうね。しょうがないな、一緒に行ってあげるよ。そんなに一緒に行きたいなら。中身は何が入ってるのかな。すら叩いてもコインしか出てこないでね、あの位置だったらね。勢いをつけて行こうか。ずっとヨッシーを持っていかないといけない。めんどくさいけど、こう上に行けちゃうんだよね。それがさっきからちょっと気になるけども、高いところからブラックパックを乗り継いで、もしかして基本これだけのステージかな。ヨッシーって書いてありそう。ヨッシーゴール。約束通り最後まで一緒にクリアしてあげたからね、ヨッシー。マリオナンバーワン。ちょっと短かったんで、もう一コース遊んでいきましょうかね。それでは次のコースやっていくれ。ドキドキスピードラン、ユイトゼットさん、クリア率不明。さっきのね、このコースも遊ばれていますから選んでおります。ここは普通に走っていって OK かな。ドキドキのクルクルクルではなかったのか。クル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 、違うんかい。詰まっちゃったよ。大丈夫かな、そろそろ。あ、よかったよかった。パックンに当たってやられちゃうと思ったらなんとかなってたわ。チョロップをくるくる。おお、びっくりした。本当にびっくりした今。これ当たらないの、あのバブル。なんで落ちるの、すげえ。くるくるくる、大ジャンプで。次、今も当たると思ったけど当たんない。ギリギリ残り32秒。ちょっと詰まっちゃったりしてるんだけど大丈夫なのかな。これもきっと当たらないようにできてるのかな。わお、なんでどうすんじゃなくてワンワンに当たらないの。次、クールクールクール、詰まったー、かっこ悪い。いいんだいいんだ、一発クリアできればまだなんとか名誉挽回できる。よいしょ、7光今踏めたけども、ゴール。いやー、これはドキドキのスピードランだったわ。行くところその先々でもうダメだと思うんだけど、うまい具合に敵を倒してくれるタイミングとかどいてくれるタイミングとか完璧に調整されてて面白いですね。ドキドキスピードラン、ユイトゼットさんのコース遊ばせていただきました。ありがとうございます。そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。チャンネル登録まだの方ぜひよろしくお願いします。それと皆さんのコースの募集もしているので、どんどんお寄せください。それでは次回はあなたのコースにくるくるくる。バイバーイ。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければ、またゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると、尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それでは、またお会いしましょう。明日も、楽しい一日が、きっとやってくる。